第5代エルギン伯爵、1754年頃。第5代エルギン伯爵及び、第9代キンカーディン伯爵、チャールズ・ブルースは、グレートブリテン王国の貴族。第8代キンカーディン伯爵、ウィリアム・ブルースとジェンド・バートンの長男として、1732年7月6日に生まれ、1740年9月8日に父が死去すると、 キンカーディン伯爵の借位を継承した。1747年2月10日に親族にあたる第4代エルギン伯爵チャールズ・ブルースが男子を儲けないまま死去するとエルギン伯爵の借位を継承した。1761年から1763年までフリーメイソン団体であるスコットランドグランドロッチのグランドマスターを務めたほか ロイヤルエンシェントゴルフクラブ・オブ・セント・アンドリュースの創設者の一人だった。また、チャールズタウンという工場長を建設した。第五代エルギン伯爵の墓1771年5月14日に死去、長男ウィリアム・ロバートが爵位を継承した。死後、ダンファーリン寺院に埋葬された。1759年6月1日、マーサ・ワイトと結婚かきの子女を設けた。 ありがとうございます。